はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまた新作ゲームの情報をお届けしていきたいなと思います。本日の内容はこちら。光栄がついに動き出す日本産のオープンワールドアクション RPG を紹介ということでね、もう知ってる方も多いと思うんですけれども、先日のステートオブプレイでね、なんとあの光栄がですね、日本の歴史をよくゲームにする光栄がですね、日本を題材にしたガチのオープンワールドアクション RPG を開発中であるということを発表したんですね。で、ガチの日本を題材にしたオープンワールドアクション RPG というと、もちろんゴースト・オブ・ツシマがありますよね。で、先日発表されたアサシン・クリードのレッド、これも封建社会のね、忍者を題材にしたガチのね、オープンワールドアクション RPG になるということが発表されていて、さらにサッカーパンチスタジオではゴースト・オブ・ツシマ2、もしくは日本を題材にしたゴースト・オブ・ツシマ系のね、ゲームを開発中であるということがもう分かっているんですね。そこにですよ、そこについに日本の光栄がね、ガチの幕末侍芸を作っているということを発表して話題になっているという感じですね。で、開発は仁王を作っていたティーム忍者というスタジオなんですね。なので期待が集まっているという感じです。プロジェクト自体はもう7年ぐらい前からね、始まっていたということですね。なので今日はこのゲームについてね、分かっていることとか、あとはね、時代背景とかがね、分かりやすいようにちょっと解説したいなと思います。で、うちのチャンネルではね、こんな感じで海外のゲーム情報とか新作のゲーム情報とかをね、詳しく突っ込んで紹介したりしておりますので、もしちょっとでもね、参考になったという方いたら、高評価とかチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではですね、発表された内容をちょっと説明していくと、まずゲームの名前はライズ・オブ・ザ・ローニンというゲームなんですね。で、オープンワールドアクション RPG で、舞台は1863年幕末の日本ということで、日本がね、ものすごく近代化に向けてね、ガーッとすごい激動の時代ですよね。まあ人気、歴史題材にした場合ここすごい人気だなって、坂本龍馬とかね、西郷隆盛とか、その辺のね、人たちがたくさん活躍する時代ということですよね。で、年号的には生麦事件っていう、まあ、明治維新の一番最初と言われている事件の、生麦事件の次の年ということみたいですね。で、年表後でもうちょっと詳しく説明しますけれども、薩英戦争、薩摩、鹿児島ですよね、今でいう鹿児島県のあたりの薩摩とイギリスがこの生麦事件をきっかけに戦争を起こすんだけど、その薩英戦争があった年ということになっております。なので、まあその辺で浪人として過ごしていくとどういうことになるのかってことなんだけどね。で、主人公は浪人ということなんだけど、倒幕側なのか幕府側なのか、それとも自由に選べるのかというのは分からないんですけど、どういうスタイルのね、オープンワールドになるのか、ストーリー、メインクエストはどんな風に進んでいくのかとかね、ちょっと気になるところですよね。で、予告編がこの後みんなと一緒に見ていきたいなと思うんだけど、予告編では武器にはね、刀、日本刀がもちろんありますよね。で、他にも槍とか使ってたり、あとは銃ですよね、ピストルとかライフルみたいなとか、銃剣みたいなとか使ってたり、あとは弓、敵側だけど弓をね、使ったりもしていたので、まあいろんなタイプのね、武器が使えるのかなという感じですね。で、仁王とかみたいにね、ダイナミックな技とかアクションがね、たくさんあるのかなという感じで、かなりかっこいい技とかもありそうなんでね、すごい楽しみだなと思います。で、面白かったのがタコのような、グライダーみたいなね、タコのような移動ギミックがあって、まあゼルダみたいにブワーってグライダーで移動するみたいなことができるみたいですね。あとはもちろん馬とかでの移動もあるみたいです。で、開発は、デッドアライブとか仁王、さっき言った仁王で有名なティーム忍者ということで、他にもたくさんゲーム出してるんですけどもね。で、販売は光栄テクモゲームスということになっております。で、プラットフォームはプレイステーション5専用タイトルになるということが発表されております。なので、まあ2024年発売予定なんだけど、2024年は本当にね、PS5 の時代がもうあって当たり前みたいなね、感じになってしまうのかなという印象ですよね。 PS4 の人は早く PS5 にアップグレードをしたいところですよね。まあ何かしらの形で早くみんなに行き渡るようにしてほしいなとは思いますけれどもね。それではですね、発表された予告編、皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。300年の長きにわたる徳川の暗き治世を突如現れた黒船が揺るがし、この国は引き裂かれた。古き者たち、新しき者たち、そして
主も縁も持たぬ自由な浪人。その刃の行く末、浄土より見届けよう。時は至れり、諸君、狂いたまえ。ということでですね、結構かっこいいなと思って見てたんだけどね、オープンワールドアクション RPG って割にはなんか戦闘にフォーカスしたようなところが多いかなって見てたんだけどね、あとアクションとかすごいかっこいいなって感じですよね。いや、日本のね、ゲーム会社、しかも日本でね、歴史を題材にしたゲームを多く出しているゲーム会社が作る、まあ、日本と、まあ、サッカーパンが作るね、ゴーストオブツシマとか、あとはね、アサシンクリードですよね。アサシンクリードのレッドとかとね、どんな感じになるのかね、すごい楽しみということですよね。まあなんか日本が作る日本より海外が作る日本のがよくね、みたいに言われないようにね、してほしいなとは思いますけれどもね。ではですね、これ見た人は多分明治維新のあたりどんなだったっけとか、私がそうなんだけど、明治維新のあたりどんなだったっけって思う人も多いと思うので、まあ軽くね、年表を調べてみましたので、皆さんと一緒にね、見ていきたいなと思います。で、1853年、ここでペリーが来航したと、黒船来航ということみたいです。で、そこから少し時間が経って62年に生麦事件という大きいちょっと国際問題になる事件がね、起こってしまうんですね。で、これが維新、明治維新のスタートだとよく言われております。まあ細かくはね違うと思うんだけど、いろいろあると思うんだけど、まあ、生麦事件っていうのが大きいきっかけだと言われております。で、その次の年がゲームの舞台となってる63年ということみたいなんですね。で、63年はまあいくつかあるんだけど、撮影戦争が勃発するということで、この生麦事件で起こった、まあ、イギリス人をね、その殺しちゃうっていう事件なんだけど、そのせいで薩摩とイギリスが戦争を起こしてしまうんですね。で、それが起こった年というのが、まあ、ゲームの舞台と言われてる年みたいです。で、次の年64年には、まあ、新選組が池田屋事件を起こしたということで、まあ直接は関係ないんだけど、まあ、新選組が出てくる年がすぐ近くにあるよってことですよね。だからゲーム内にも新選組とか出てくるんじゃないかなってことだよね。いや、すごい楽しみなんだけどね、新選組出てくるのすごい楽しみだよね。で、67年になると、まあ、大政奉還というのが起こって、これが一応武家政治の終結ということで、鎌倉幕府から続いていた700年近い武士が日本の政治を行っていたのが終わったということみたいです。で、まあ侍とかの活躍が、まあここでね、まあ大雑把には終わったということみたいですね。で、68年、次の年に戊辰戦争というのが行われて、まあ幕府側とその新政府側だよね、これが戦争を起こして、新政府側が勝って、で明治時代がスタートして、江戸が東京になりましたよということみたいですね。まあすごい大雑把にはね、こんな感じの出来事があったよという、そのど真ん中がゲームの舞台ということみたいです。なので、まあこの辺のね、歴史はすごい熱いので私も大好きなんだけど、まあ新選組は出てくるし、勝海舟とか坂本龍馬とかね、西郷隆盛とか、もうなんかその辺のもう歴史上すごい一番二番人気がありそうなね、人たちが出てくるということですよね。だからどういう感じのね、ストーリーになるのか非常に楽しみとは思うんですけれどもね。まあまたね、なんか面白いニュースとかあったらね、すぐにお知らせしていきたいなとは思います。まあそれまではね、ゴーストオブツシマ2の話題とかね、アサシンクリードレッドのね話題とか動画にまとめておりますのでね、よかったらクリックしてみてください。